私最近めっちゃ動物を食ったり皮剥いだりする元気な漫画にドハマりしてて、動物が美味しそうに描写されてるせいで、読んだ人が手当たり次第に皮を剥いで煮込み料理を作りたい気持ちを誘発させる恐れがあるとか言われて、ある日突然有害図書とみなされたりしたら、その本買える店探すかもしれないです。おい、結局何の話だよ。